はい、こんにちは。こんにちは。今回はですね、サイレンサーに、はい、グラスウールを巻きたいと思います。グラスウール。じゃん。じゃん。これ。真っ白にしか見えない。これを巻いていきます。はい。まず、サイレンサーバッフル。バッフル。を取っていきます。うん。それバッフルって言うんだな。次はインナーサイレンサーを外していきます。中にまだいるのね。おお、すげえ。こんな感じ。はい。で、これのグラスウールですね。はい。巻き巻きしてある部分を新しくしていきます。はい。そしたらまず、はい、金具を切ります。はい。お、こんな感じ。おお、すごい、取れた。はい。お、うん、そしたらコイルまで出てくるんで。はい。こんな感じです。はい。そしたらですね、はい、次はグラスウールを、うん、サイズに切っていきます。はい。ちょうどここからここまで。はい。ね、はい。サイズに切っていきます。切れました。はい。じゃあこれを次は巻き巻きしていきます。はい、はい、はい。こうやって出たらこれで巻き巻きしてもらって、はい、これできました。できました。こんな感じです。おーい、おーい。そしてこれを枕の中に入れていきます。はい。いい感じ、うん、入ってった。よろしくねって感じ。サイレンサーバー。はい。はい、今回の作業これで以上となります。はい。はい。
まあ、こんな感じで、簡単に誰でもできますので、はい、よかったら見てください。やってみてください。じゃあねー。